なな食感になって俺それも美味しかったんだけどやっぱ滑らかな方がいいなって思って一回熱にかけてあのサラサラにして茶こしでこしてあのサラスツ,ルツルツルのチーズケーキができました黄色すぎないだってあれチーズだもん <laughs> よかったいい感じの色そうチーズ風のやつ あのインスタのやつはチーズにくり抜いてないからちょっと黄色く見えるかもしれないけどツイッターのやつはそんなに違和感ないんじゃないかなそうゼラチンが生になってたから溶かしてもう一回型に入れて冷やし固めたら超美味しくてもうびっくり友人が「いい皿使ってるね」だって本当にあれ家にあったやつ出しただけでよ味はとっても美味しかった さすがってそうあ家の人からなんかボソボソしておいしくないって言われたからじゃあ滑らかにしてやんよって言て滑ら <laughs> かにしましたあねその時々のね声に耳を傾けるのがねプロですからねはいかい,いって言われたら柔らかくするしボソボソって言われたらツルツルにするしサービスサービス そうゼラチン入れるのはあのー、ベイクドじゃなくて固めるレアチーズケーキだから要はレアチーズケーキなのあれレアチーズにただ黄色の食紅で色つけただけなんだけどそうレアチーズの作り方は入れるだけゼラチンこっちゃん食べてたおいしいって言ってた可愛い,いと言われたら私が私が可愛い,いって言われたら 可愛いって言われたらどういう反応するかってことですかありがとうございます <laughs> 言っいちゃうこの指だけ取れちゃったブルーベリーとイチゴのチーズ買ったああのデザートチーズみたいなやつ美味しそう凍らせると美味しいよアイスみたいになってみなくじどうなったの え結局私が「いやじゃんけんは1回戦でしょ」って言って <laughs> 結局私が勝ちましたそう、何の話してるか分かんない人もいるかもしれないんだけどなんか今日あの、いとこがなんかすごいお裁縫っていうかなんか編むのが上手なのよ糸とか編むのがすごい上手でなんかかわいいポーチをね2つ作ってくれたんですよ。 ゆちとこっちゃんにあげるみたいな感じで言われてどっちもね色は同じなんだけど中の布の柄とポーチのね中の布の柄とチャームの色がどっちも違うの。でたまたま「あじゃあこっちがいいな」って思ったやつが私とこっちゃんが同じで「いや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 譲れよ」って <laughs> なるやん。なるけどまあどっちも譲らないので。 あの喧嘩しそうになったところをあの私のお母さんが「はいじゃんけん」って言ったからじゃんけんしたらこっちゃんがパー出して私がねチョキ出したから「チャーム」っていうのはストラップのこと。でちゃなんかじゃんけんしたら私が勝ったから「よっしゃ」って思ったら「なんかえっ3回戦だし」って言われて「いや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 後付きルールはダメでしょ」と思って <laughs>。 そしたら「いやもうあみだくじにしなさい」とかママが言って「いや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 なんでママもこっちゃんの味方やねん」みたいな感じです勝ち取ったポーチ見せたいんですけど下に置いてきちゃいました <laughs> そうかわい,いまた見せてあげるねとっても可愛いの白白池のママはこっちゃんこっちゃんの味方だからま勝、あ、ったんで使います いちごのチーズジャムじゃなくてねあのねなんかねチーズとブルーベリーのチーズみたいななんか6個入りのね丸いチーズ丸い三角チーズ6個入りのあ6三角のチーズが6個入ってる丸いチーズがあるんですよローソンに多分売ってるスーパーとかそれおいしいギフトアイスクリームありがとうハートありがとうバラありがとう お花束もありがとう。イッチアバターとノーマラバターの方ですね。ありがとう。2つ目のメール今和樹ささっき送った目が大きくなってる。<laughs> 目は大きくなんないよ。目はいつも同じ大きさよ。TK ちょうだい。ああ。ゆちこんばんは、じゃんけん勝った。勝った、私。 かぶるのよ趣味が今、ま、メール来たそうこのあと運動するの私今日チーズケーキー食べたから運動するの運動するんだふんふん

運動配信はしません <laughs> 事故になりそうなのでの事故がばっか取れるので「リクロおじさんのチーズケーキ知ってるよあのふわふわのスフレチーズケーキでしょじゃんけんしよう。最初はグじゃんけんけ

ちょっと手間暇かかったので2700円で <laughs> パー勝ったーって言われたいやいやいや3回戦だからえ <laughs>、明日誕生日なのあとちょっとじゃないですか何分あとちょっとじゃないあと楽しみですねあみんな負けたって言ってるやん いや材料費が高かったのよ普通だよホールで2700円え材料費が高かったの本当にえホールなの安いのダメダメ安いならダメ3200円で <laughs> チーズケーキは100点満点中何点うーん200点一切れは 五百円です。<laughs> ワンカット五百円です。ホールで買ってください。ユッチの目にスマホの画面映ってる。見える。目が痛くなる。ああ、これ絶対目悪くなった。 ゆっち作ったチーズケーキのレシピってネットに出てるかな。私がなんかツイッターで多分いいね押したんですよ。いいね押したのよ。あのチーズケーキ作ったっていうあの一般の方の投稿にいいねしたんですよ。多分私のツイッターのいいね欄を探せばあると思う。そこに書いてあった。 <laughs> ゼラチン固まったレンジでチンマでレシピ載せてください <laughs> まあ確かに自分でレ,ンジあのレシピ付け加えたん,ん予約は50年待ちゆっちってゆるキャラ素質あるとは初めて言われたんだけどゆるキャラ本当に私ゆるキャラみたいなゆったりした喋り方してないけどゆるキャラゆるキャラですか いいるキャラ名前つけてくださいよどんなキャラクター目にしますか学校の課題で3週間分料理の宿題出ててなんかいいのある3週間分でもやっぱレパートリーが多いのは和食だよね洋食もレパートリー多いけどなんかなんかいや洋食も全然レパートリー多いわなんて言おうとしたんだろう あの洋食食より食の方がが安く作れる気がする気す3週間分も作んなきゃいけないなもやしもやしあるだけでいろんな料理作れるしさ和食はいいよ野菜をいっぱい使いましょう今地震来たの大丈夫みんな 雪のイーズでチーズケーキ届けて、多分私自転車苦手なんで届けてる時にもうぐっちゃぐちゃになってますね <laughs>。もうあの届いた時には原型とどめてないと思います。はい。私ちゃんと課題貯めないでやってるんだよ。ちょっと学生さん課題貯めちゃダメですよ。ちゃんとやってくださいね。 えー、大丈夫じゃないよねびっくりするよねあの安全に安全でありますように自転車乗れるよ苦手苦手なんで苦手かっていうとなんか前 <laughs> パンクしたまま走ってたので私はパンクしてるって気づかなくてなんでこんなに一回こぐたびにガタンゴトン揺れるんだろうと思ってなんか そしたらいきなりななりんか前にに倒れそうっっちゃってめっちゃドキドキ心臓がドキドキしたからもうあれあれ味わってからすごい嫌いになっちゃっためっちゃ怖いパンクしてるって気づかなかったチーズケーキの削れてる感はどうやってしたのあっえあの穴ってこと 穴は普通にスプーンでくり抜いてであのザラザラした表面はただ単に私がゼラチン先に固めちゃった <laughs> あの失敗作なんであのツルツルのやつがあの成功作あのザラザラした面のもうマジリアルチーズみたいなやつはあの失敗作ですね。で、はい、<laughs> でもリアルでしょ 中学高校は自転車通学うん、うん、トムとジェリーのチーズケーキで売り出そういいじゃん今日さそのケーキ作ってたさママにさ「ゆっちはなんて言われたんだっってトムとジジェリーだっけ ソフトムとジェリーちゃんの「ジェリーちゃんなの?」って言われたから「何言ってるんだろう私のママは」って思いながら無視しました <laughs> 私のママこそゆるキャラじゃないですか私のママこそゆるキャラですよねゆるキャラ申請します愛知県のんフん スプーンでもいいし一番いいのは果物メロンとかさなんかくり抜く時にさ丸いもうまん丸のくり抜き器があるのよフルーツのくり抜き器があるんだけどなんかもうアイスの実みたいにまん丸にくり抜けるスープーンがあるんだけどそれが本当はレシピに書いてあったやつだけど家になかったからなんかスプーンで掘りました。 ユウチは最強イエイあやったー31日目だーイエーグイちゃえサーヤが鬼滅の映画始まったら一緒に行きたいって言ってた昨日本当に行ってるサーヤー一緒に行きたいな私も あれだよね無限列車の回だよね私も行きたいえ最近愛知県地震来てないけど大丈夫ですかねすごい怖いんですけど何だっけ南海トラフみたい今のうちにチーズ買いだめしとかなきゃ おとといの顔に戻りたい。おとといの、おととここで撮った時なんかね、自分じゃないみたいな顔してたんですよ。なんか戻っちゃった。なん、なんだろう。おとといの顔に戻りたい。なんでだ。三十一歳おめでとうございます。なんで。三十一歳じゃないよ。

一は十六歳、初見さんです。本当ですか、初見マークついてないですよ。今日は何運動しよう、縄跳びか、走るか、歩くか。何します、皆さん、私ショールーム終わってから運動するんで。皆さんも運動しましょう。<laughs> そう運動しなきゃいけないのよ私永遠の17歳嬉しいこと言ってくれるじゃん100点スクワット100回つらあじゃあ分かったどうしよっかな投票を 一二にして。多い方の。投票の数だけ。スクワットします。だからもし一が八十パーセントで二が二十パーセントだったら。八十回スクワットする。みんなの <laughs>。みんなの。あの頑張ってください。みんなの。 あの意見で頑張って合わせてくださいほんとほんとほんとにやるみんなの <laughs> どうだろう合わせてみてくださいどうかな合うかな分かんないよ2に入れる人もいるしね1に入れる人もいるから5050 50で言われたらたいいのにな そしたら50回しかやらなくていい2択だよ2、ね、択みんな2択でみんなの心を合わせてください最低でも、まあ、50回いけるでしょスクワット50回50回いけるなそっか腹筋腹筋の方がいいかなどっちがいいんだろうスクワット50回してもそんなやばいやばいかなスクワット50回あ分かった少ない方を スクワットにして腹筋をおっき多い方にしよう。それはいいじゃない？そうしよう。いい？少ない方をスクワットで多い方腹筋。じゃあ,あと十秒ぐらい。十。九。八。七。六。五。四。三。 二一終わりますよ、ね、みんな投げてるやん終わりますよいいかな止まるかな止まんないかな全然止まんないんだけど止まった時やめるね止まらないぞあれ止まらないぞ <laughs> みんな止まりなさい <laughs> いいですかはいおー <laughs> はいスクショ じゃあ、60回腹筋の30あった60回腹筋の40回スクワットですねはいいけるんじゃない頑張ります終わったらインスタに「終わったよー」って送るからみんなパチパチしてね頑張りますそう60回腹筋スクワット40回する

一セットでもちろん一セットだよセット数投票しない <laughs> セット数は投票しません腹筋60回は頑張れます大丈夫ですアイドルなんでではもう今から運動してくるので皆さん皆さんもやるんですよ皆さんもやるんですからねいきますよ わかかりましたかでは壇上発表していきたいと思います。あその前にギフト。あなんかほーみたいな。ファイトありがとう。よしよし。ファイトありがとう。パンチ。いいねありがとう。ゆっちゃあばた。クローバー。ありがとう。あい、またゆっちゃあばた。かわいいありがとう。ではではランキング。えっ、ー、と。発表します。せーの。

うんまあ、3ありがとうかわいいえーと11位こちら310位 <laughs> 39位えーとあこちらもこちら <laughs> 3えーと8位 すごいみんなで絵文字がかぶってるの面白いねえ難しいなこれ何これ8位難しいブリッジブリッジ <laughs> ブリッジ難しいからね8位はいありがとうございました7位ドヤねオッケードヤはい6位3ありがとう5位無心 3 4位泣いてるあ<ー> <laughs> 3ありがとう3位うんゆっちゃあばたありがとう2位えー、とパンダありがとう1位ニコちゃんマークだ3ありがとうございました Thank youThank you では皆さん ちゃんと60回腹筋とスクワット40回やったら私にツイッターで報告するからあのインスタで報告してくださいではではでは <laughs> またねバイバイ今来たのか <laughs> また明日バイバイ,バイバイ運動するんだよバイバイ